はい、香川の、ポケ仲間に紹介されてきましたさぬきのうどん由楽屋でございます。由楽屋、香川県地元民に、愛されるおうどん屋さんなんでしょう。うどんがいいという話で、はい、ではさぬきうどん由楽屋の由楽屋林店ですね、こちらの方の場所を説明していきます。Google マップでこのね、あの青い点々、私あの Google マップで自分でつけたあのポケフタの場所でございます、場所です。なんでね、高松のポケフタだったりさぬきのポケフタ、三木町のポケフタ、三木町のポケフタに行く途中に食べるってのもいいのかもしれないですね。高松市からさぬきうどん由楽屋林店、ここ一軒林店ってなってますけども一軒しかないんでね、 Google マップでね探してね、こちらにね行ってみてはどうでしょうか。もうほんとね、ポケ仲間のマリノさんに紹介されて行ったんですけども、ほんとうどんの違いってそんなないと思ってたんだけども、やっぱあるんですね。美味しかった。いろんなねトッピングもできてね、まあどのようにしてどんな感じで食べたか、動画の方を見ていただければと思います。それではどうぞ。でもうどん自体柔らかみもあるっていいね、おいしい。